自民党と公明党が力を合わせてこの日本の経済を良くしてきました。今日は株の値段がこのアベノミクスを始めて最高になった、そして大学生の就職率過去最高、この勢いが大企業から中小小規模企業へ、そして大都市から地方へ、さらにはまた企業から皆さんのご家庭個人へと行き届くように頑張っていきたいと思います。今日はこの地元の中小企業のところを訪れていろいろと現場を見させていただきました。景気良くなってきた、どうですか、実感してますか。いやー、なかなか実感するところまではいきません。これが率直な声です。だけれども社長さんがおっしゃっていたのは、やっぱり輸出をする製品が半分以上あるので為替が安定する、同じ水準でずっと安定している、だからこの商売が続けられる、そこは感謝しています。それから以前は国内の取引先からもっと値段を下げなさい、もっと安くしなさい、そういう強い圧力がありました。しかし今ではあまりそういうことは言われなくなった。これは取引先がやっぱり経済が良くなって余裕が出てきた証拠だと思います。そういう話でもありました。ですからまだ実感が感じられない部分もあるけれども、自公政権の取り組みによってこの経済が伸びてきている。私はこの連立政権に公明党がいることが大切だと強く思います。庶民の目線に立った、国民の声をしっかり踏まえた、そういう政治が実行できるのはやっぱり公明党がいることが安心感につながるのではありませんか。皆さん、この連立政権の中で幼児教育の無償化、また高等教育の無償化、この教育負担の軽減と、そして社会保障の強化、これを進められる安心がある、これを作り出せるのは公明党がいるからなんです。